チックスターズさん、お疲れした。あれ、もう終わりか。はい、オールアップス、お疲れした。なんかおかしくねえか。テルさん、その気持ちわかりますよ。今回の撮影楽しすぎちゃってあっという間でしたからね。いや、まあそれはそうなんだが、なんつうかすげえ大事なことあったような気がするんだよな。天道、君もか。だよな、桜庭もそう思うよな。二人がそんなことを言うから、なんだか俺もそんな気がしてきたじゃないですか。ああ、やっと会えた。このロケ地広いね。ピエールじゃないか。どうしたんだよ、こんなところに。プロデューサーさん、見学だって。演技の勉強たくさんしなさいって。そうだったんですね。どうでした、俺たちの演技。少しは参考になりましたか。いっぱいいっぱい勉強になった。プロデューサーさん喜んでた。でも。ん？でも何か問題でもあったのか、ピエール。大きいプロデューサーさん、プンプン怒ってた。そう、そうだった。僕、お仕事あった。みんな連れてきてって。え？どこへだ？大きいプロデューサーさんのところ。大きいプロデューサーさん、魔物の着ぐるみでテルたち脅かそうとしたら、帰り討ちあったって言ってた。おいおい、ちょっと待て。つうことはだぜ、俺たちがボコボコにした魔物って。うん、大きいプロデューサーさん。僕と柏木は触れていない。赤い剣で殴打したのは天道、君だけだったな。桜庭、そんなこと言うなよ。俺たち仲間だろ。そうですよ、カオルさん。止めなかった俺たちにも責任あります。今さらどうしようもないですけど。大丈夫だよ、僕もカエルもついてるよ。一緒にごめんなさい、しに行こう。あれ？カエールの、そっくりさん？カエール、どうする？うん、そうだね。一人ぼっち、寂しいよね。よかったね、カエール。お友達、できたね。